平野紫耀率いるトベが K-POP 路線で再デビュー、ファンクラブ指示も手厚く、業界を席巻する成功の鍵、ジャニーズ事務所前副社長の滝沢秀明氏が設立したエンターテインメントカンパニー、トベ、トビーが驚きの新メンバーを迎え入れたことで、音楽業界に大きな波紋を巻き起こしています。この記事では、 トベの最新動向と、元ジャニーズメンバー平野仕様の再デビューに焦点を当て、その成功の鍵に迫ります。新メンバーの登場。トベは、2023年7月2日に元 V6 の三宅健が加入を発表し、その後、元キング、リンチェの平野仕様と神宮寺歌たが続きましたた。 さらに、元ジャニーズ JR 内グループインパクト大津への7人も新グループイープとして飛べに介入を発表しました。特にイープへのメンバーたちは、ジャニーズ時代に CD デビューできなかった苦労人たちであり、彼らにとっての再出発が期待されました。しかし、彼らの再出発はただの復活ではありませんでした。なぜなら、新たな楽曲、クルージン。 クルージンが世界配信され、これが一大センセーションを巻き起こしたのです。K-POP 路線への挑戦。この楽曲の特筆すべき点は、その制作陣にあります。K-POP 界で有名な複数のクリエイターたちが楽曲の制作に携わり、その結果、宣伝されたポップサウンドと魅力的な振り付けが生み出されました。 平野耀はジャニーズ事務所に在籍していた頃から韓国の音楽事務所への入所が噂されており、K-POP 路線での活動が彼の夢だったことも明らかになりました。従来のジャニーズの楽曲の路線で攻めても勝ち目がないので K-POP 路線で攻めてジャニーズ潰しをこし担々と狙っているようだ、と業界関係者は語ります。 平野仕様の新たな音楽の方向性には期待が高まり、彼の再デビューは注目されています。ファンクラブ会費での成功。飛べの成功には、ファンクラブ、FC の存在も大きな役割を果たしています。三宅県、平野仕様神宮寺雄太、イムップのファンクラブ会費は、それぞれ入会時に6200円という額を持っています。 さらに、会員数はすでに計30万人を突破しており、18億円以上の収益を記録しています。この資金は制作費に充てられ、クオリティの高い作品が続々と生み出されています。平野が再デビューすればその楽曲はとんでもない売り上げを記録するだろう、と業界関係者は予測しています。ファンクラブの指示を受け、 トベは音楽業界での快進撃を始める兆しを見せています。結論。ジャニーズ事務所を退所し、トベに加入した平野市洋とその仲間たちの再デビューは、音楽業界に新たな風を巻き起こしています。K-POP 路線での活動や、高品質な楽曲制作により、彼らは大きな成功を収めることが期待されています。さらに、ファンクラブの支持を背景に、 トベは資金力を活かして業界での存在感を高めています。今後、彼らの活動に注目が集まり、彼らがどのような成果を上げるかが楽しみです。音楽業界におけるトベの快進撃が始まりそうです。トベの